思い出した、舞園ちゃんが護身用になんか欲しいんだって言ってきたから、じゃあ体育館の近くにトロフィーとか置いてあったから、それで殴ればいいんじゃないかみたいな提案をしたんだと。ってことは学校に行けばいいのかな、こっちか、そんな感じです。こっちかな。深川さんのところ2人が一緒なんてなんだかすごい組み合わせだな。ああ、トウコちゃんね。何よ何よ、物言いたげな顔目をして。いや、珍しい組み合わせだと思って。深川さんと朝比奈さんと大神さんが一緒なんて。あーっと、文学少女、スイマー、格闘家、いや女性3人いいな、かわいい。え、友達できたん、トウコちゃん。言っておくけど、私は こんな脳まで筋肉な連中といるなんて本意なのよ。これは友達できない、いやこれは友達できない、これは友達できないけど、中二病の頃の私に似てる。もう昨日誘ってほしかったみたいだから部屋まで声かけに行ったんだよ。ほら優しくしてくれてんじゃん。頼んでないわよ。やだね、今日メガネしとるからトウコちゃんちょっと似てるのめっちゃわかる。え、嫌い？え、だって私中学の頃、私に友達ができないのは周りが勉強できないからだって思ってた。聞いてください。いや弁明したいんだけど、あれなのよ、私の中学静岡県で2番目に偏差値が低い学校として有名で、マジ脳金庫って言われてた、通称ね。ほら、天平は、この人たちはちょっと、あれだなって、脳筋なんだなって、だから、私の話についてこれないんだなって、思ってた。やだ。過去の自分を見ているような気持ちで、非常にやだ。うん、お来た。ここ行きたいでいいのかな。ね、怖いな。ここですね、護身用の武器がありそうなところって。かわいい。確かにあのショーウィンドウに何か置いてありそうですね。中ではやっぱ刀なのかな、真剣っぽい。大丈夫かな、大神さくらちゃんとかね持っちゃうと鬼に金棒じゃんか。前園ちゃんが持ってるべきじゃない、か弱いさ。どうだろう、模擬刀みたいだ。あー、それにしてもすごいセンスだ、全体に満遍なく銀箔が塗装されている。ほうほう、しかもちょっと触っただけで手にベトベトと金箔の塗装が。考えてないの、本当だ、手が汚れちゃいますね。あれ、じゃあご使用にしてもちょっと、まあ、でもないよりはマシな気が、本当にねベッタベタだけど。どう、だったらナイキ君を持って帰ったらどうですか、意外なインテリアとして活躍するかもしれませんよ。僕、いやでもあった方がまあいいっちゃいいんじゃない、何が起こるか分かんないからね。どうでも気をつけて持って帰ってくださいね、新聞紙とかで包んだ方がいいですよ。これなんか流されてない、ここには他にご信用になりそうなものはないですね。なんか急にさ苗木に持たせようみたいな雰囲気になったけど怖いね、そう疑われそう。なんでそういう流れに、でもさ心配しなくても すぐには必要にはならないよ、それにもしそうなったとしても、舞園さん、その時は僕が守るから。おい、イケボ、苗木くんが私をですか、すごい剣をあらわにしたような顔をされてしまった。え、もっと照れてもいいんじゃないか、気持ち悪って。それ、ありがとう ございます。よし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 、やっぱ気があるよ、いいよ、日本一のアイドルとこんなドタバタラブコメディができるなんて。いいね、乃木くんが味方になってくれるならもうご信用の武器なんていりませんね。おい、もう全幅の信頼を寄せてんじゃん、ここだけラブコメが始まってる。彼女の不思議な笑顔、心が安らいでいく笑顔、この笑顔を見てると本当に何でもできるような気になってくる。ギャルゲーやん。この音楽も
ギャルゲーに流れてギャルゲーの日常編みたいな。じゃあ武器探しなんてやめて、せっかくだからもう少しお話ししていきましょう。わあ、大好きじゃん私のこと。私のこと大好きじゃん。どうしよう、そんな好かれるようなことしたっけ。急にこんな国民的美少女に言い寄られると。お話ししようって言っておきながら、いざとなると何を話していいか分かりませんね。ごめんなさい。ごめんなさい。私から誘っておいて。私から誘っ、いいんだよいいんだよ、さやかちゃん。だってこれからも僕たちは二人で同じ時を歩んでいくんだからな。まだ時間をかけて距離を詰めていこうじゃん。え、無理して話さなくても俺らは繋がってるから。うーん、ぼーっとするだけですか。あ、でも前園さんは退屈だよね、何もしないでいるなんて。いや、退屈なんてことありません。ただ私慣れてなくて、そのぼーっとするってことに。ああ、前園さんは僕みたいな普通の高校生と違って毎日忙しいわけだし、普通にラブコ、本当にラブコメっぽいんだけど。あのです、え、こんな幸せでいいんだろうか。内陸には夢、お、夢なんすか。だったら前園さんも夢は。だって大変だよ、急に気がついたら、ね、スーパーウルトラ美女と共同生活だからね。安い少年漫画みたいな、そんな展開に。みんな大好きな展開なんだけど。なんかこれ、そう、隣の部屋やばくない。はい、私の夢は、幼い頃からずっとアイドルに憧れてました。急に不穏、なんで不穏な BGM。 うちってえ、何、不死家庭だったんです。お父さんは毎日夜遅くまで働いてて、私はいつも一人でお留守番。何何何、まだ子供だったしちょっと寂しかった。あー、じゃあ愛情をね、もっと受けて育ちたかったって感じかな。うんうんうん。でもそんな私の寂しさを紛らわしてくれたのが、テレビの中で活躍しているアイドルの姿だったんです。めちゃくちゃいい話。BGM が不穏だな。うん、お姫様みたいに可愛くて、歌も上手くて、踊りも上手。何よりあの笑顔、あの笑顔を見てると私の寂しさなんていつの間にか吹っ飛んでいきました。だからいつか私もそんな風にみんなを元気づけられるアイドルになりたい。おい、もうなってるって。さやか、さやか、お前の笑顔が世界一だぞ。でもすごいよね、子供の頃からの夢を本当に叶えちゃうなんてさ。でも私実況してる時ならめちゃくちゃ気持ち悪いこと普通に言えちゃう。すいませんね、妄想はなはだしいんで。あ、トーコちゃんレベルで。すごいよ、昔から妄想癖がね。私も JK だったら超高校級の文学少女になれたかも。私夢を叶えるために今まで何でもしてきました。おお、不穏だぞ。嫌なことも含めて本当に何でも。不穏だね。ただ夢を聞いただけなのに、こんな雰囲気。あのです、何何何、夢は追い続けていければいつかきっと叶う。私もそう思いますけど、でもそのためにはずっと夢を見続けなくちゃいけないんです。顔色悪いよ。それが悪夢であろうと、起きていようと寝ていようと、夢を叶えるためにはずっと夢を見続けてなくちゃいけないんです。なんか裏ありそうだね。あ、急に女の顔に。どうしたの、どうしたの。え、あの世界では少しでも気を緩めればすぐに置いていかれちゃう。息継ぎなしで水中を全力で泳ぎ続けなきゃいけない。本当にそんな感じの世界なんです。怖い、これ以上聞いちゃいけない気がするけど。そんなに大変なんだ。じゃあ楽しくないの。苗木やめとけって、もう聞くの。まあそうなんだ、じゃあちょっと個室に戻ろうかでいいじゃん。 なんでそんな続けるんだよ、触れない方がいいじゃない。違います。うん、そんなことありません。楽しいですよ、すごく。でも、でもだから怖いんです。ほら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 、お前が触れるから。ちょ
いやこんな目見たくなかったと思うべきか、いやでも早めに知れたからいいか、いいと思うべきか、いやどんなさやかでも支えていきたいよ。今は本当に毎日すごく楽しいんです。同じグループのみんなも本当に素敵な仲間たちで、みんないい友達だし、いいライバルで、昔からずっと一緒にやってきた大切な仲間たちなんです。みんながいなかったら私はとっくに夢を諦めていたかもしれません。みんなと一緒に夢を叶えて、一緒に仕事できて、今すっごく幸せです。あ、もう話がちょっと好転した。だからよかった。あ、でもだから時々怖く情緒が不安定だよ。さやかちゃん守ってあげたい。いつか世間に飽きられて、そしたら私たちどうなっちゃうのかなって、夢を失って楽しい日々も終わって、みんなバラバラになっちゃうのかなって。人気商売ってどうしてもね、旬とかあるじゃん。大変だね売れっ子って。ま、前園さん震えてる。抱きしめろ、抱きしめ、いけいけ。苦労して手に入れた最高の夢だからこそ、前園さんはそれを失うことを恐れている。まあそういうことやんな。そうですね。私が希望が峰学園に入学を決めたのもそんな理由からなんです。あー、だからそっか。だってここを卒業できれば間違いなく成功を手にできるんですよね。そういうジンクスがあるんだよね。卒業できたら成功者になるって。そしたら私は大切なグループの仲間とずっと一緒に活動し続けられるじゃないですか。どうなんだろうね、そのジンクスね。そう、あと気になってんだけど、そうなんだよ、前園ちゃんがセンターの あのアイドル、今センター不在で頑張ってるわけでしょどうする、卒業する頃にはさ、グループ解散とかあんじゃない、普通に。ちょっとどうしよう、仮に卒業できたとしても絶望しないかな。全然あり得ると思うんだけど。そう思ってたんですけど、そう思ってたのに、それなのにこんな場所に閉じ込められて出られないなんて、きっと仲間も待ってるのに。いや、どうなんだろうな、シニアアイドル再結成、あ、そんなに人気ある感じかな。今で言うおにゃんこクラブみたいな。ごめん、ちょっと例えが一昔前のしか出てこない。結構は人気を博してたのかな。こうしてる間にも忘れられて、いや、そうだよ、そうだよ、さやかちゃん。え、でもね、そんぐらいのメンタルだったらね、マジ来ない方が良かったと思うよ。で、忘れられたら終わりだもんね。それをセンターが抜けて高校に来たんだから。いやー、もう来ちゃったね。まあ、まさか閉じ込められるとは思ってなかったんだろうけど、どんどん私たちが消えてく。本当だよ、早く出ないと。やるのか、もしかして。やろうが、うわ、めちゃくちゃ動機あるじゃん、うわ私にはこんなことしてる余裕ないのに。いや、ちょっと怖いね。それは僕が初めて聞いた彼女の心からの叫びだった。いや、これやりそうじゃない。止めたいけど。いやいやいや、でもまあ彼女の気持ちもわかるけどね。めちゃくちゃわかる。だって彼女はここに閉じ込められたせいで努力して掴んだ仲本の夢を失いかけてるんだ。アイドルってむずいね。そうだよね、活動休止って致命的だよね。センターがしかも、努力なんて言葉だけはでは片付けられない。その重さは僕なんかには計り知れないんだから。ごめんなさい、ごめんなさい、愚痴なんか言っちゃって。基本悪くしましたよね。そんなことないけど、心配だ本当に。大丈夫？ごめんなさい、ごめんなさい。あのさ、前園さん、お、なぎ、ところでお腹すかない？なんで気の利く一言言うんだよ、そこはさねえ、これからも兄がやっぱ精神的に大変になっちゃったら僕でよければ話聞くから、つお腹すかないって話下手かい。マ
ジかよ、最悪の言葉のチョイス。部屋に戻る前に食堂でご飯食べていくなんて どうかな。さやかちゃんマジないわって思ってるよね。え、寄り添ってくれる人が欲しくてさ、胸の内を今明かしたのにね、マジ女慣れしてなさすぎる。本当にね。そんなことある？だったらよし、だったら作ってくれるんですか？私込みで上手なんですよ。さやかちゃんの手作り料理が食べられるんですか？いいんすか？何得意なんですか？ラー油ラー油です。オムライスとかじゃないんだ。オムライスか肉じゃががカレーかなって思ってたけど、違う。そう、ラー油ですか。ラー油うまいよね。うまいけど、調味料、冗談ですよ。冗談か。さやかちゃんってば可愛いんだから。じゃあ何作ってくれる？さっきの感情的な表情は消えていて、そこにはいつもの明るい表情だけがあった。だけどどうしてだろう。それがまるで仮面のようなよそ行きの表情にも思えた。アイドルフェイスね。あ、そう、ラー油ね。ジョークだったわ。コミュニケーション能力の低さを露呈してしまった。苗木もそして顕微もちょっと、ラー油ってめっちゃ考えちゃった。その後前園さんと共に食堂で食事をして、僕らはそれぞれの個室へと戻っていったんだ。これ本当に持ってきたんだ。やばいんじゃない？苗木くんの部屋でしょ。できちゃった。違和感以外何者でもない。本当に真っ先に疑われる気がするけどねえ、こんなん。何かが起こったら。とにかく今日はまだ時間もあるし、じっとしている気分じゃない。どこかに行ってみようかな。ほんとうろうろするの？自由行動時間だって。よし行こうか。初めてのお相手ね。オッケーオッケー。ちょっと最近にシャワー室見とこうかな。卒業しましょう。卒業。確かにね。なるほどね。前園ちゃんと卒業。なるほど。すごいね。なるほど。初めての相手。なるほど。大変な話です。入れない。シャワー室見れないの？見れませんでした。ちょっと待って。いろいろ見てから。工具セットあって。前園ちゃんとこ行きたい。プレゼント買わないと。シャワー浴びたかったんだけど、ベタベタじゃん多分。一日吹いてないし。なんかうちの入れないんだよね。なんで？前園ちゃん貸してくれないかな。あ、ギャルだ。ギャル、かわいい。ていうか閉じ込められたとかマジでドン引きなんですけど、どうやったらこっから出られんの？なんだかんだかわいい。やっぱ美女いいね。かわいい。てか苗木くんの方が背低いんだ。苗木くん背低い。なるほど。148センチしかないからね、やっぱ。ちょっと見下された感じがあってよかった。そう、私が操作してる苗木くんは、148センチです。ここで。おぉ、初めて来た。なにこれ、駄菓子屋みたいな。どうしてとか。ちょっといろいろ見てみる。和洋折衷というか、購買というより、古文の商店。お？ん？古文の？古物商か。そうか、古物商。これは何？もしかして、ハンドルをひねって景品を出す。あれ？モノマシーン。だんだんよくわかんなくなってきちゃった。いつ論破始まんの？ね、いつ論破が始まるんですか？小さなメダルを手に入れ、入れましたよ。はい。これはどこぞの王様も集めていると噂のモノモノクマみたい。噂の。なるほど。手帳メニューでご確認いただきます。これを使って景品を獲得。モノクマメダルをたくさん投入されますと、あなた様がお持ちでない景品が出やすくなる。だから、100円じゃなくても、いくらでも投入可能なんだよ。おい！
いいよ。どういうこと？あ、こういうことか。1で A ボタン。何？裏？ラッキー？なんか2個目出てきた。え？アイテムゲット。嫌な予感しかしない。あ、裏ってなんだ。もう一回。ちなみにメダルってここしか使えないのかしら。そんな気がしない。うん、もう一回やろう。えい。なんだい？人形。ここだけっぽいよね。そうだよね、私の勘がそう言ってる。ここにしか入らなそうだもんな。じゃあ回しようよ。アイテムゲット。今4つ手に入って重複率 4.36 ぐらい。結構入ってる。あー、なるほど。あ、あった。永遠のミサンガ。糸を何本も合わせて編んだ手芸品。一度つけたら絶対に切れない。へえ。絶対に切れないと言われて意味ないじゃん。永遠にかなわないってこと。やだな。まあ、出よう。引くだけ行こう。よし。あの、ナイフくん。あー、かわいい。私不安で、やっぱり怖いんです。どうしよう、前園さんを誘ってみようか。何に？何に誘うんですか。なんだって？ん？一緒に過ごす。他何に誘おうとしてんの？具体的に、まあ、一緒に過ごしてみるか。私のこと励ましてくれるんですか？ごめんなさい。ごめんなさい。余計な時間を取らせてしまって。僕は精一杯前園さんを慰めた。あ！いいね。プレゼント渡そう。出します。ミサンガにしとっか。これであげます。こんな素敵なものをもらえたのはもちろんですけど、お、ナギくんからもらえたってことが私一番嬉しいです。おお！100点満点じゃないか。え、惚れた顔してんじゃん。やったやったやった。何？どうしたの？少しだけ私の話聞いてもらっていい？いいよ。どうしたの？何？何でも来て。あの、急に改まって言いますけど、私ナギくんのこと頼りにしてますか。あ、でも嬉しいね。ちょっと希望してたのとは違うけど、まあまあちょっとずつ育んでいこうじゃないか。ナギくんがいてくれたことが本当に心強いんです。もしナギくんがいなかったらどんなに心細かったか。ないだから、こんな災難に巻き込まれたのは怖いですけど、でもナギくんがいるからなんか安心なんで。うわ、もう頼ってよ。この永遠のミサンガのように、俺たちの絆は永遠やで。さやか、任せて。あの前園さんから面と向かってそんな風に言われるなんて嬉しいけど、さすがに照れるな。うい、両倍だ。怪しい。そう、めっちゃ BGM 以外は今順調な感じだけど。僕も同じ気持ちだよ。前園さんがいてくれて助かってる。本当ですか？お世辞でも嬉しいです。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。お世辞なんかじゃない、この笑顔のおかげで僕は助かってるんだ。でもなんだか不思議ですよね。まさかナギくんとこんな風に仲良く話せるとは思ってもいませんでした。もうね。そう、中学の頃は私と話してくれないどころかあんまり目も合わせてくれなかったでしょ。お前、そういう時期だったんだよ。中学だからもう多感な時期だったよなあ。前園さんは有名人だし、あんまりジロジロ見るわけに。お前、そういうこと。照れやね。奥手な感じだからね、ナイユくんは。誰、どうして知ってる。確かに僕が目も合わせなかったってめちゃくちゃアピールしてくるやつのことを覚えてるならまだしも、全然接触がない苗木のことを。なんで？あの、私は苗木くんのことちょくちょく見ていたからです。あ、ドストレートに言うな。え？喜べよ苗木誠、喜べ。え？ガーンじゃない。私ずっと苗木くんに話しかける機会を伺ってたんです。嬉しいじゃん、嬉しいじゃん、超嬉しいじゃん、両思いだよ。だけど私の周りにいつも人がいたせいで結局話せずじまいに卒業。
それが心残りだったんです。もうね、言う話しちゃいなよ。気になるね。あの、中学1年の時、学校の池に大きな鳥が迷い込んできましたよね。ああ、うん、そんなことあったかもね。うーん、日本の昔話にもよく登場して、なんとか千年かめ万年って鳥ですよ。おお、鶴が生えたんだっけ。あれって確か、ああ急に急に鶴でいいのかな。鶴だよね。鶴が迷い込んだなんてことがあったんだ。すごかったですよね。だって鶴ですもんね。あまり大きな鳥だから先生も驚いて何もできなかったのに、凪くんが逃がしてあげたんですよね、あの鶴を。学校の裏の森まで。分かった、これさ、さやかがあの時助けた鶴なんだよ。じゃないとこんな赤面することある。あ、鶴なのか。飼育員だったせいで無理やりやらされていただけだけど、鶴なの。鶴なんじゃない。ほら、俺言わせてもらって。え、鶴じゃん。俺、私、あ、ほら、恩返しに来ました。布を折らせてください。布？え、なんて。え、本当に？はぐらかされてない？なんか、じゃあお前が鶴じゃないのであれば、苗木のことをそんだけ覚えている意味が分かんないじゃん、だって。え、何が本当なのさ。分かってる。あ、やばい、苗木くんは嘘だと見抜いてたみたい。ケンピの方が雑魚。でも私が感心したのは本当ですよ。だからそんな苗木くんと一度話してみたかったんです。え、そんな一見でずっと観察してるもんかね、一人の男子を。それがこんな形で実現するとは思ってもいませんでしたけど。いや、でもほら、苗木くんは超高校級の幸運だから、こんなウルトラ美少女と恋のフラグをさ立てるようなことを何気なくしてたんだな。な気がするよ。でも私思うんです、あの時の鶴みたいにきっと苗木くんが私のことを救ってくれるんだって。あのですね、ただの勘かもしれませんけど、そんな気がするんです。任せて、任せてよ。本当にそれがただの勘で終わらないよう、僕にできることがあれば何でもするつもりだよ。もちろん信じてます。だって私の勘すっごく当たるんですよ。エスパーですから。めちゃくちゃ勘鋭いよね、女の勘。いや、でもなんか闇ありそうな雰囲気が。どうしよう、この無邪気な笑顔が。そう、あんまりにも心を読むのが上手くて、さっきあのアイドル業界の闇みたいな話をした時の、なんかちょっとどうなの。彼女との距離が近くなればなるほど、その意味が僕の力になっていくような、そんな気がした。まあね、あ、情報が追加され、あ、美声、まあ綺麗な、綺麗な、綺麗な美声を手に入れました。いい声で。何、美声って何。10時になりました。ただいまより夜時間になりました。オッケー、任せて。食堂はドアをロックされますので、立ち入り禁止となります。おい、ではでは、いい夢を。おやすみなさい。おやすみなさい。いや、でもいい日だったね。明日こそ絶対に手がかりをつかんでやる。あ、外に脱出するためのね。はいはいはい。で寝ると。就寝。美声スキル気になるんだけどなぁ。後で見よっか。目を閉じながら、僕の頭の中では朝の前園さんとの会話が何度も繰り返されていた。僕は悔しかったのかもしれない。僕には彼女の怒りを理解できても、それを共有することはできない。いや、でも話してくれたんだから、ある意味共有してくれたんちゃうかね。前園さんも心許してると思うけど、彼女は僕みたいな普通の高校生とは背負っているものが違うから。彼女は僕みたいな適当な気持ちでこの学園に来たわけじゃないな。だから僕には彼女の怒りを共有できない。怒り、あの、急にこういう状況になって閉じ込められちゃったことでしょうね。卒業できれば成功できるって聞いてたのに、急に閉じ込められて外出もできず。いや、怒るよね。アイドル活動も
多分今センター失踪ってことになってるだろうしね、続けられない。僕は彼女とは、いや他のみんなとは決定的に違う。それが悔しかったのかもしれない。まあ逆にさ、みんながさ異端なわけでしょ。天才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 凡人ってことはお前のがマイノリティだからお前だけが常識的な尺度で見れるって意味ではすごいキーパーソンだよ。そう思うぜ、ないくん。お前は唯一無二だよ、この空間で。うんって思うけどね。あ、ミノクマ劇場、ご覧の皆様、すでに殺し合い学園生活は始まっている。始まってない、全然平和ですよ校長ね。え、本当に笑っちゃいますよね。この希望あふれる新入生の皆さんはまだ自分たちが逃げられると思ってるみたいですよ。プップップップ、いつになったら始まるんですかね。いやでも、いや平和ですよ。俺らだってマブダチですから。いやいやいや、何も大丈夫、怒らない、起こさない。希望同士の殺し合いはまだかな、まだかな。どうなんだ、私としては。でもこのまま前園ちゃんとウキウキドキドキワクワク学園ライフを続けたいけど。お、朝だ。おい、え、今日が何日目？3日目かな。朝だ。今日はこれからどうしよう。さてさ、あ、自由行動。どうする？前園ちゃんとこ行っちゃうかな。他の男といるとこ見た。やだよ。前園ちゃんキープしないと。どうしよう。前園ちゃんのところノックしてさ、ごめん、今違う人が遊びに来ててとか言われて奥から男の声したらキンピ泣いちゃうよ。ちょっと忙しくてえ、待って、そんなの見、ちょなるほどね、なるほどね、なるほどね。あ、まあこれはさっきみたいです。これ美声が何かよくわからないけど、なるほどなるほど。あ、いやすごい、めっちゃ書いてあんじゃん。あー、なるほどね。やっぱそうだよね。なるほど、わかるわかる、わかる。あ、す強強まあそうね、大きいね、大きい大きいですね。え、あー、なるほど、本当に高校生みんなみんな、あー、びっくりしちゃうんだけど、最近の高校生怖いんだけど。あ、すごい身長同じですわ。なんかすごい親近感湧いてたんだけど。お前小動物キャラって言ってたけど、私と同じ身長なんだね。私と全く同じ身長です他の数値はまあノーコメントです。はい、なるほどね。ちーちゃん一気にちょっと好きになった。同じサイズ感で結構同じようなああ、で、男の脅威も書いたんだ。結構胸板厚いなあ。やっぱ強い。なるほどなるほどな。はいはいはい。みんな男の脅威も書いてある。みんな結構厚い。で、ひふみ、すごいビッグサイズ。やっぱね、収まるところを知らないわけだ。なるほど。占い師も結構大きいですね。で、哀愁した。なるほどね。オッケーオッケーオッケー。何してんだ私。違うよ。あれだよ、美声スキルって何かなって。ちょっと前園ちゃんとちょっとだけまず話す。メダル欲しい。特に用はない。え、待って、お前何言ってんの？今は特に用、お前用あるだろよ、お前。もっと仲良く、ねえ。そういうとこだよね、ゆくん。必要以上に人と関わろうとしないって。いろんな場所探索するね。入れた。ここがゴミ箱。閉まってる。スイッチね。はい。オッケー。おい、あっていい。で、これで引いて、プレゼントして、落とすと。床に扉がある。
ガタガタガタ開かない。はいはいはい。おーめっちゃあるやんけ。いいね、探索するもんだね。え、超楽しい。じゃ分かんないけど、物騒な設定ありつつもまだなんかまだなのか、いや今後なのか分かんないけど平和じゃん。わりかし。おい、あ、水槽めっちゃおしゃれ。水槽がある系のトイレな。え、ケンピこの世界に来ても楽しいんですわ。うん、パンの好き、楽しいわ。出るか。よし、でもって、まあ、あとはケンピはまあ地面に女なので入れますと。はい。え、もちろん。なんだよ、ない。入ろうよ。ああ、痛い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 。よしよし。あのですね。さては私のこと探してましたね。あ、さすがエスパーさやかちゃんですね。そうだよ。冗談、あ、冗談、あ、冗談。間に受けちゃったじゃん。なんや、さす、え、どうしようかな。誘おうかな。一緒に、一旦さ、わかんないけど、二回一緒に過ごしたら、さらにいろいろが来るかもしれないじゃん。一旦一緒に過ごしてみようかな。どうなんだろうな。一緒にお話でもしましょう。むしろ。雑談をして過ごした。少し仲良くなれた。あ、オッケーオッケー。まあ、プレゼントはいった。ところで、苗木くんに一つ質問があります。なになに？また急に改まって聞きますけど。苗木くんって彼女いるんですか？来た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 。なんで急にそんな。いやー、苗木分かってんだろう、内心ではよ。こんな質問をしてくるってことは。一つしかないべ。あれ？焦ってます？つまり、いるってことですか？いないよ。全然。あのですね。じゃあ、好きな人。言うんだよ、苗木。言うんだよ。なんで。なんで言わないんだ。待ってよ。さっきから、どうしたの？なんでそんな質問するの？気になったから聞いてみただけです。ダメですか？めっちゃからかわれてない。めっちゃね、ちょっとからかわれてる。どうしよう。どうしよう。からかい以外のある男み、からかい上手の前園さんになってる。ダメっていうか。私。でも気になって当然じゃないですか。だって苗木くんは、同じ境遇にいる仲間同士なんですから。いやいやいや、これ気があるって。気がありますよ。彼女の有無なんて聞く必要ないじゃん。だって。でも本当はそれだけじゃありません。私と苗木くんは仲間を超えた。仲間を超えた？まあね、そうよね。そうだ。めっちゃ振り回してくるやん。え、何？のぎくん聞いてくれないんですか？え？何を？のぎ、ちょっと勘が悪すぎ。あのですね。何をじゃなくて、私に彼氏がいないかですよ。聞きたいけど聞きたくないって。いやいや、そういう風に言ってくるってことはもう答えは決まってるんだから。ゴーゴーだよ、ゴー。いけ。違います。え、彼氏なんていませんよ。っていうか、忙しくて作る暇ないっていうのが本当なんですけどね。うわ、彼氏いそう。彼氏、これいるよな、これ。いそうじゃない？嫌だな、なんか嫌な未来が。なぎ、これは、この余裕はちょっと、遊ばれてないか？大丈夫？いそうじゃない？みんなに言ってる、これ。どうしよう。でも可愛い。好きな人とか。どうでしょう？うわ気になる人ならいますけど。うわ、なんだなんだこりゃ。まっすぐ僕の目を見つめていた、その頬は、ほんの少し赤らんでいるようにも。僕を見つけて。でもその気持ちはしばらくしまっておきます。ここから出ることが最優先ですもんね。おい、あの、絶対一緒にここから出ましょうね。あ、こんな、俺のこと好きやん。私のこと裏切らないでくださいね。え、大好きじゃん。裏切らないし、もう一緒に出ようね。
今から言うのは私の本心、偽ることのない本心です。よかった。やっぱり苗木くんがいてくれてよかった。アイドルスマイル、アイドルスマイル、破壊力抜群である。前園さんの笑顔が僕の力に変わっていくようだ。彼女と仲良くなれたおかげで僕は勇気を手に入れられたのかもしれない。絆が僕を強くしてくれた。だったら今度は僕が頑張らないと。前園さんのためにも。あんまりにも苗木くんがさやか押しすぎてちょっと不安になってきちゃった。可愛いし尽くしたいけど、エスパーですから。なんかここまで全部前園ちゃんの描いた脚本通りなんじゃないかみたいな。いいように使われてるんじゃないかみたいな。苗木ちょろいからさ、そうでないといいな。あの、本当にそう思ってくれたんですか。とにかくさ、一緒に協力して絶対にここから出ようね。僕も頑張るから。うん、はい、そうですね。一緒に頑張りましょう。いやー、どうなんだこりゃ。あ、またなんか書いた。スキルポイントが上がりました。あー、いいね。で、僕は部屋へと戻っていきましたと。よし。あ、なんだ雑誌。ギャルの雑誌な。めっちゃ調べられるんだけど。ギャルもいます。この辺調べたらめっちゃ出てきそうじゃない。一個ずつちょっと押すだけ押すか。おい。なるほどね。いろいろ探索はした方がいいんだね。水着、あ、やば。ほんとだ。水着ある。すく水やん。なんだこれ。すく水やんけ。誰なの？え、なんでそっから。なんでそっから出てくんだよ。なんで、おかしいでしょ。手を伸ばしたってこと、つまり。苗木。朝日菜って書いてありそうだよね。うん。よーし。一人一人が自分の仕事をきちっとこなすこと。この個人プレーの連携が真のチームプレーなのだ。うんうん。何？ラグビー選手？え？松尾、なんていうのこれ。なんだろう？の言葉だよ。だからさ、私たちもチームプレーで乗り切ろうね。あ、ゆうじさん。あ、そうなの。もう。一緒に過ごす、うん、じゃあさ、ストレス発散に軽く走ろっか。そうだね。朝日奈さんと一緒に校内を走り回って過ごした。いや、体育会系だったか。いや、きつかったですね。引きこもりにはちょっと気分転換に走るという発想がなかった。さて、じゃあプレゼントしよう。おい、じゃあこの朝日奈ちゃんのサイズにぴったりのウォーターラバーあげましょう。水着、ちょっとキモいよね。でもキモくない？ちょっと、え、私とサイズぴったりなんすけど、なんでわかったんすか？あ、まあでもあれか、電子生徒手帳に書いてあったって言えば、まあちょっとキモいよね。でもあげるよ。おえー、幸せ。あ、まあでも葵ちゃんちょっと天然っぽいからね、ちょっと気持ち悪さには気づかないみたい。よかったよかった、よかったし、ここまで喜んでもらえるとあげたこっちも嬉しくなるよ。いや大丈夫、キモいキャラ、いや大丈夫大丈夫、葵ちゃん天然キャラだから気づいてないよね、私のキモさに。なんか、なんですか？テンション上がってきちゃった。お？ない。何でもいいじゃん、せっかくテンション上がったんだし、競争でもしようぜ。水泳ってこと？そうだ。そう？じゃあ一人で走ってこようかな。ああ、ね、走そんなに嬉しかったの？ゆか、朝日奈さんってほんといつも元気だよね。どういうこと？あ、何それ、バカにしたでしょ。かわいい、かわいい、ちょ、アホの子、褐色美女、かわいい。違うよ、監視してるんだよ。うん、本当かな、発情してない。なんだ急に、かわいい。とにかく明るい朝日、なんだっけ、とにかく明るいって。昔いたね。今もいる。たまに陰口叩くやつがいるんだよね。私のことはバカ元気だって褒めてんだよ、褒めて褒めてる、
てますよ、あの人。あの人か。そうだ、ありがとう、すごい すっきりした。それいましたね、バカ元気。私が冬でも短パンで過ごしてるのを見て、そんなこと言うやつらがいるらしいよ。あ、ずっと短パンなんだ。寒さに負けるのはそっちの元気が足りないせいなのに。よく風邪ひかないね。風邪ひくなんて軟弱だよ。むしろ寒い時こそ薄着になんなきゃ。露出狂かな。そういうこと言い続けていつか全裸になりそう。これも修行の一環だからね。自由だけどね、他人に強要するのは違うって感じ。いや、あなたがどんな露出狂になっても構わないけど。ちなみにケンピは3月の今も裏起毛の服を着てるよ。うん、寒いからね。さては、ナギって風邪ひきやすいタイプじゃない？実はそうなんだよね。ほら軟弱だ、修行が足りないんだよ。ちょ、やばい女だった。やばい女。え、今日暑い。あ、そうなの。でも私未だにモコモコの服着て寝てるから。で、確定申告やってて、途中から背中にすっごい量の汗をかいてることに気づき、あ、もう春だったってなったんだよ。温度感覚はね、気温感覚っていうの、葵ちゃんのそうやけど、ケンピも今狂ってきてんだよな。逆の方面で。よし、そんな苗木におすすめの健康法があるよ。早速明日から試してみるといいよ。あ、本当？でも試したいね。私ずっと冷え性でさ。葵ちゃんどうしたらそんな薄着で年中いられるのさ。うん、私も毎朝やってるんだけど、上半身裸になって乾いた垂れて肌を直接擦るんだよ。いや、うちのおじいちゃんか。うちのおじいちゃんやってた、それ乾布摩擦だけ。うちのじいちゃん毎朝やってたよ、それ。お前それやってんだ。その名もあれ、乾布摩擦ですね、それね。そう、じいちゃんやってた。いやーねー。それって確か。なんでこの三択なん。ヨガもあります、乾布摩擦。あ、これでしょ。うんうん、あー、そう、それそれ、かわいい。マンションのベランダ、マンションのベランダでやってるの？早朝マンションのベランダで上半身裸になってるの？レベル高いな。レベル高い。私も毎朝やってたんだから。マジか。それって大丈夫なの？いや、全然大丈夫じゃないと思うけど。マジで試してみるといいよ。健康第一ってね。ナイキが風邪ひいたりしたら私困っちゃうから。あ、気があるんじゃないか。気があるんじゃない、この女。大変な、モテちゃうな、私って。ば私ってばモテちゃう。いや、困るな、本当に。どうする、もう国民的アイドルからも言い寄られてて、国民的スイマーかっこ容姿端麗からも健康に気を使われる。学園生活も悪くないね。ねえ、ギャルゲー始まってるわ。おやすみね、モノコマ。ほんとありがとね、こんな楽園に。超楽しいわ、毎日が。うん、僕らはいつになったらここから出られるん。いや、いいんじゃない、このままで。このままで全然幸せだけどね。ぼーっとベッドに目覚めり、ぼんやりと天井を見つめながら、いつの間にか浅い眠りに落ちていた。臨速かつ早急な抵抗入れが必要なのです。速さのない対策など後に立つ後悔と同じなのです。世界を支配するのはすなわち速さだと思いませんか。まあそうね。だからこそ F1 ドライバーはモテるのです。なんで F1。 遅い作業なんてバカでもクズでもできてしまいます。一生かければダメ人間でも名作を作れるのです。速い方が偉くて賢いのです。平泳ぎ、痩せ泳ぎよりクロールの方が偉いのです。カーブやフォークよりストレートの方が偉いのです。あ、すごい。いえ、ド偏見きた。あのな、懐石料理よりファーストフードの方がすごいのです。理科漫画家より週刊漫画家の方が賢いのです。いいね。こういう偏見に満ちた人、嫌いじゃない。つまり、速さこそが世界基準の価値なのです。僕は早急な手こ入れが必要だと論じるのです。あ、なるほどね、面白い。
このガン 0.0000 逆に聞き取れた私すごくない富樫はハンターハンターはどうなるんだよ。確かに名作だぞハンターハンターは。おもろい、何回読んでも面白い本当に。まあ、早いに越したことはないけどさ、時間をかけてこそできるもんもあるよな。今日もあんまり眠れなかったな。なんか日に日に疲労感が増していく。本当にあの美女に囲まれたとその直後だった。うん。お、来訪者。え、何、誰、誰だろう。え、誰だろう楽しみだ。予想すると舞園ちゃん、あんだけ仲良くなったから来るんじゃない、部屋に。え、ドキドキしちゃう。ちょっと開けようぜ。あ、まあ、うん、男か。記念すべき部屋に入れた一人目、石丸くん。では、お邪魔するぞ。え、なんでなんで急に来んの、なんで急に入ってくん。僕の返答も待たず石丸くんはズカズカと部屋に入ってきた。なんで、やだ、な、なになに、どうした、どういうこと。え、ケンピの並々ならぬ魅力でやられちゃったってこと。やだな、なんかベッドのサイドに立たないでほしい。何お前、いくら荒波に揉まれようと両足をしっかりとついていれば頼れることはない。君もそう思ったら何なの、帰ってくれ、帰れ、前園ちゃんに会いに行きたいんだ。なんだお前、そうだろうそうだろう、一人で荒波を持ちこたえるのが困難なら互いに支え合えばいい。いいかね、そうやって嵐を乗り越えるのだ。なになになに、内玉君、僕と一緒に支え合わないかそういうこと、なんなの、なんで急に、なになに、やだな。僕は昨日の夜からずっと考えていたんだ。僕らはもっと固く協力し合うべきだってね。そこでだ、これから毎朝起床時間後にみんなで朝食を共にしようと思う。ああ、これまで一緒にご飯食べてなかったんだね。なるほど、成長せよ。そして今日をその記念すべき最初の日にするのだ。だからすぐに食堂に集まってくれたまえ。では僕はここで失礼するぞ。他のみんなにも知らせて回れねばならないんだな。ああ、よかったよかった、ちょっとほっとした。何もなかった、よかったね。まあ、食堂に行けと。いやめっちゃ睨んでくる。お揃いやで今日。ゆかさん、何、何よかわいい、早く食堂に行った方が。分かってるわよ、心の準備。輪に入るのが怖いんでしょ分かるよ、心の準備。なんで、いや聞くんじゃないよ、ないえ、そういうやつもいるんだそういうやつ。そうだよ、緊張するわ。あ、よかったよかった、言ってくれた、よかったよかった。よし、じゃ行くか。前園ちゃんと話したかったけど、しょうがないか、とりあえず行くだけ行くね。うん、そうそうそう、朝食、朝食なんて何年ぶりだろうもう気がついたら引きこもってたら、朝と昼一緒になっちまった。あ、いた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 。おはよう。おはようございます。かわいい。なんかもう挨拶の爽やかさレベルが違うよ。どうかしました？いやー、かわいいな。おはよう、前園さん。かわいい。ホテルバイキン、あー、したりしなかったり。この間ホテルバイキングハリのちょっと出張行った時さ、寝過ごしちゃってでも朝食食べれんかったこともあって。ダメだ、もう朝ごはんとかも全然。あと誰に話す、スイマーちゃんと話すかな。いや、おはよう。苗木だ、かわいい。朝ごはん、朝ごはん、朝はちゃんと食べないとね。かわいい。お前に話せばいいのかな。聞きたまえ。よし、みんな集まってな。では早速朝食会を始めるとしようか。柄悪、約一名。諸君、わざわざ集まってくれてありがとう。やれやれ。ほどだったのに、おめえが無理やり連れてきたんじゃん。あ、野球の人か、うん。さっきも話したと思うが、ここから脱出するためには僕らが一層互いに協力し合うことが必要不可欠だ。
その第一歩として仲間同士と信頼を築き上げるための朝食会を開催することと相なった。これからは朝の朝食を知らせる校内放送をこの食堂に集まるようによろしく頼むぞ。では早速朝食をいただくとしようではないか。共同生活なんだ。あ、トコちゃん大丈夫？ただ他人と朝食を食べるの緊張する。そんなの初めてよ。ありえねえ。久しぶりですらねえんだ。そんなことよりさ、いや、トコちゃんには強く生きてほしい。あれから手がかりをつかんだやつはいないの？食堂にシーンという擬音が響き当たった。マジで？何の進展もなし？ちょっと、犯人に関してでも逃げ道に関してでもいいから誰かなんかないの？ないんだろうね、この雰囲気。え？は？怖いよね。お分かりですか？この人怖い。他人の前で弱みを見せているようですと。あなた死にますわよ。いや怖い。この人自殺してきそうなんだけど。やだー。ねえ、自殺呪いの人形とか持ってそう。やめろって。あんた何言ってんの？死ぬとかふざけないで。言いましたわよね、適応力こそ生命力であると。早くここの生活に慣れるべきですわ。いや、こわ、このセレスちゃんだけは逆らっちゃいけない気がする。何なのよ。あんた頭おかしいんじゃない？ここに慣れるとか何言ってんの？その女はここで暮らしていたらしいな。だったら好きに捨てとけ。だけど俺はごめんなぜ、絶対出てくぞ。ああ、兄弟が待ってるとか言ってたからね。あ、そう、セレスちゃん人形臭いよね。私もそう思う。では好きに。で、手がかりは何もねえの？何なの？何なら決まってるよ。よっぽど異常で狂気的なやつなんだよ。でなきゃ私たちをこんなところに閉じ込めたりしないもん。そんな感想的なことはどうでもいいから、実際のところ手がかりは。かわいい。全然私はね、水を差すようなこと言うんですけど、全然ここで暮らしていいと思ってるよ。ねえ、こうやって楽しいけどね。美少女だらけで、今んとこ快適だけど。何？異常で領域的な犯人って線から考えると、ひょっとして犯人って例の殺人鬼だったりしないよね。何これ、聞いてみるか。うん、ちーちゃん可愛い。ちなみにケンピと同じ身長です。ガハハ。例の殺人鬼って、藤崎さん、犯人に手がかりでもあるの？心当たりでもあるの？心当たりっていうか、ひょっとしたらって程度なんだけど。この際程度は問題じゃない、発言を許可する。お前何仕切ってんの？お前許可うんぬんの話できる立場やないやろ。148センチ。うん、あのね、みんな何ジェノサイダー賞かけるって知ってる？それってネタとかテレビで話題になっている連続殺人の、え、ジェノサイダーな、ショーかな。ねえ、猟奇的かつ残忍な手口で殺人を繰り返す凶悪殺人鬼。現場には必ず被害者本人の血で、ミチドロフィーバー、ミチドロフィーバーの血文字を残す。何この絶妙にダサい名前。何？通り魔的かつ無差別的で突発的な犯行ばかりで、犯人もその足取りをつかめていない、警察もその足取りをつかめていない状態。ミチドロフィーバー。そんな連続殺人事件の容疑者がネット上で与えられたあだ名がジェノサイダーショだろ。噂では犠牲者は数千人にも及ぶって話だべ。おー、なるほど。え、あ、チミドロ、あ、チミドロフィーバー。嘘だ。マイナスとか、マイナスだ。み、あ、ちみ、いや、みんなのこと試したんだよ。いや、大丈夫かな、ついてこれてるかなと思って。
あの気づいたということは よかったよかった。うん、いや道泥フィーバー、いや分かってましたよ。道泥です。はい。うん。道泥フィーバーですね。はい。なるほど、なるほど。それって都市伝説でしょ？せいぜい、囚人人とか。それでも異常だけど。はい。とにかく、蒸気を逸した殺人鬼らしいけど、な、ちみどろ？カタカナが難しいんだよな。ちみどろだっけ？ちみ、合ってる。マジで、いまだにカテゴリーとカオテリー、ギャラドスとギャドラス、エアームドとエアムードあたりがちょっと怪しいんだよ。そんな超ド級の変態殺人鬼ならこんなことを仕組んだとしても不思議じゃねえって。カタカナが一番弱い。もうわかん、難しいよ。でも確証はないっていうか、ただの推論だけど。待って、つかそんな奴が犯人だとしたら、もうすいクリミナルな問題じゃね。世界史苦手、あ、世界史だからカタカナ語があるから避けて日本史にした。カタカナ難しいよね。そう、か昔までカゴテリって出てた。カテゴリー大丈夫だって、絶対に完璧に間違いなく大丈夫だって。本当か、葵ちゃん。だってさ、もうすぐ助けも来るんだし。助けだって私たちがここに閉じ込められてからもう数日経つんだよ。ああ、なるほど。急に連絡の取れなくなった私たちを心配して、そろそろ警察も動き出す頃なんじゃない？その声は警察だって。警察なんか当てにしてんの？現れ、やっちゃってください、さくらさん。やっちゃってください、お願いします。お前ら警察にはどんな役割があるか知ってる？引き立て役だよ。悪の組織や悪役やダークヒーローの、あいつらがやられていることで悪役が引き立てられんの。ああ、なるほどな。そんな安直な役割しかない。警察を当てにするなどお約束というのはどうかと思いますぞ。ていうか、そうなんてたいなら殺しちゃえばいいじゃん。確かに、まだ殺人起こってないのすごくない？ねえ。マジで思うんだけど、私だったら初日にあのデスロワイヤル始まると思うんだよね。15人いるから、だって7人しか出られないよ。最高でもね。結構平和的な感じだけど、やばい、私がおかしいかな。ねえ、猟奇的。そうかな。でも出たいって思う、あ、どうなんだ。私だったら1日目に出るか、もうそうじゃないならもう出ないって選択する。ここまで来たからもう、まあ、平和に暮らしてもいい気もするけど、どうなん？んだそりゃ。あれとか。ダメ。あ、お前まだ信じてないの？徹底した白いプリに感心してるんだよ。まだ信じてない。もうこれやばいでしょ。あんたまだ言ってんの？いや、まあでも今ね、水曜日のダウンタウンとかあるからね、まあ、そういう企画かなみたいな。いやでもちょっとおかしいよね。3日は連続殺人鬼？変な名前、ドイツ人？お前の正体分かってんじゃん。無視無視無視すんな、こら。はいはい、それでは話を戻して。学園生活が開始されて数日経ったわけですが、まだ誰かを殺すような奴は現れないよね。お前らゆとり世代の割には圧あるんだね。でも僕的にはちょっと退屈です。な、何を言われたって僕らは人を殺したりなんか。あ、わかった。ピコをひらめいたのだ。何？場所も人も環境もミステリアスは揃ってるのに、どうして殺人が起きないのかと思ったら、そうか、足りないものが一つあったね。なんすか？ズバリ動機だよ。え？何する気？ぷぷぷぷ、だったら簡単、僕がみんなに動機を与えればいいだけだもん
ね。なになになに、嫌な予感しかしないよ。動機だからあれでしょ、誰のことを恨んでる、誰のこと嫌いとかしょ。急に動機生まれたりするかな。あのね、ところでさ、お前らに見せたいものがあるんだよ。なんだなんだ。お前らに見せたいものはちょっとした映像。あれじゃない、なんか秘密握られてんじゃないこれ。違う、そういうことじゃない。なんだ。ああ、知っちゃうよ。上白金とかアブノーマルとかじゃないよ。本当にそういうのじゃないんだから。学園の外の映像なんだって。やっぱ黒歴史系？でも それがどうやって動機につながるんだろう。なんだ。マジマジ。へへ、なんでも気が短いや。それじゃ見てのお楽しみじゃないですか。なんでも学校内のある場所に行けばその映像が見られるようになるらしいですね。そう。2階とかじゃない？違うかな。でもその前に行かせてもらえる？あなたは何者？どうしてこんなことをするの？あなたは私たちに何をさせたいの？それな。なんでこんな天才級を集めて殺させるのか。国に利がないよね。僕がお前らにさせたいこと？ああ、それはね。それだけだよ。本当に？マジでやばいやつじゃん。マジか。本当愉快犯なのかな。怖いな。じゃ説得とかできなさそうだね。うん、だ狂っちゃってんだもん主催側が。マジか。あとのことが知りたければお前らが自分たちの手で突き止めるんだね。この学園に潜む謎知りたければ好きにして、僕は止めないよ。だってお前らが必死に真実を探し求める姿も面白い見せ物だしさ。僕も楽しませてもらおうと。ほう。それに今回も結局何も聞きずじまいで。そうかしら。いい話聞いたじゃない。真実を追い求めるのは自由。あいつはそれをためはしない。なるほど。されど。学園の外の映像とは何のことだ。気にかかるな。そうだな。とりあえずそのよくわかんねえビデオをね見たいけど、どうなの。え、でも舞園ちゃんもさ、外でのビデオって私悪い予感しかしない。国民的アイドルで、なんかこれまで嫌なこともやってきたって話してて、どんなこともやってきたっていうの、この地位のために。それでビデオ、いや、なん気になりますね。大和田くんはぐるりと食堂内を見回したかと思うと、その視線は僕に向けられたところで止まった。なんかありそうじゃん。なんかどうしよう。いやでもキャンピはどんな舞園ちゃんでも受け入れるよ。大丈夫。あ、そっか、でも18禁はないって言ってた。じゃあ18、イメージなんか グラビア、いやでも隠したいことでもないよね。なんだろう。おお、ナギ、ちょっと調べてみてくれよ。何トウモロコシみたいな頭。ケンピアーモンドみたいな頭って思ってる。モンドだけに。ああ、モンドね。てかおめえは扉の近くに立ってるからだ、決まりだろ。決まりだって。おい、怖いや。怖い、こういうタイプが一番怖い。やだ、逆ギレしちゃうタイプ。はい、ちょっと調べることくらい簡単にできるだろうがよ。いや、怖いわ。分かったよ。じゃあ、行ってくる。おー、すまねえな、オンに切るぜ。だったら、私も行きます。一人だと危険じゃないですか。あ、この3人で行くのか。うん、そうか、待てよ。じゃあ2人とも頼むぜ。この3人で一緒に行くわけだね。何かあったら助けを呼べよ。速攻で俺が駆けつけてやっかるよ。小和田くんってひどい人なのか頼れる人なのかよくわかりませんね。いや本当に急にだとグーパンしてくるからね。覚えてるからね、私あいつのパンチで気を失ったこと、初日に。怖すぎる。血もなんじゃない。まあそうね、悪人ではないんだけど善人でもない。なるほどね。そうね、モンド君。
それで小野熊さんが言ってたある場所ってどこのことですかね。あ、ビデオが見られる場所ね。これね、そう、検品根に持つタイプ。そうそうそう、ずっと覚えてる殴られたこと忘れてねっからな。でもこれさ、あね、視聴覚室とか、ね、ありそうだよね。視聴覚室なんて段ボールの中に何か。え、なに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 、あ、 DVD、 いや今違うか、ブルーレイ、ブルーレイも、あれブルーレイも古いんだっけ、わかんない。で、ブルーレイだ。あの、DVD みたいですね。あ、DVD だった。しかもラベルにみんなの名前が書いてあります。全員分あるんだ。なるほどね。全員の外の世界のことが書いてある。ちょっと待ってください。私、みんな呼んできますね。すぐに前園さんは走り出した。僕は彼女のことは追わず、その場に一人残っていた。というより目の前の DVD に意識を奪われ、その場を動けずにいたんだ。見ようか。見ない。ちょっと今なら誰もいないから、ちょっと前園さんの DVD 見たいな。見たい。いや、ちょっと気になります。また何かがないか。これで DVD を見ることができる。みんなが来る前に自分のだけでも確認しておこうか。そうだね。何が映ってるか気になるよね。どうしよう。でもどうしよう。これ見てさ、真っ黒な苗木が出てきたその顕微え、やだな。どんな黒歴史が。さあ、専用のデッキへと挿入した。見とこ見とこ。一番最初に来た人間の。行こう。で、この後前園さんの確認しよう。顕微の位置。いい感じ。どんな、あ、すごい美人。あ、まあまあ、いいでしょ。あ、僕は思わず声を上げていた。と同時に心臓が早金を打ち始める。僕が見つめているモニターに映し出されたのは家族たちの姿だった。あ、なるほど、なるほどね。ママは美人ですね。うん、ママすごい美人。マコト君、あなたが希望ヶ峰学園に選ばれるなんて夢みたいだわ。頑張ってね。自分の息子として誇りに思うぞ。まあでも無理しすぎないようにな。お兄ちゃん見てる？かわいい。頑張ってね。かわいい妹クソかわいいじゃん前園ちゃんの隣で踊ってても兄ちゃんを応援しちゃう。怖いな。それだけ見ればただの応援メッセージだった。希望ヶ峰学園に入学した僕を励ましてくれる家族の応援メッセージ。今置かれている状況が普通の学園生活だったなら照れくさいながらも嬉しかったに違いない。ただビデオレターじゃんねえ。ただまあ、苗木頑張ってる。ただのビデオレターよ。大丈夫。あなたのベッドの下にあったものとかね、ネットで検索してたものと、まあそういうの見てないか。全然大丈夫よ。もう気にしないで。いい家族だね。いい家族だ。そっかそっか、なるほどね。オッケーよし。この応援を背に、家族の応援を背にこの学園での飛躍を誓ったに違いない。だけど今は違う。僕が置かれているのはただの学園生活じゃない。だからこの映像だってこのまま終わるはずがない。え、そんなことある？そんなことある？そしてそんな僕の嫌な予感は見事に的中してしまった。ママ、え、何これえ、今度は声を上げることもできなかった。ただ声を失った。みんなどこに消えた？ここで戦争でも起きた。本当だよね。泥棒ってレベルじゃないよね。ケピ幽霊幽霊になっちゃった。どういうこと？そんな疑問に答えられるかのようなタイミングでモニターから流れ出してくる声。聞き覚えのあるあの声。希望が峰学園に入学した何誠くん、
ご家族の皆さん、どうやらそのご家族の身に何かあったようですね。マジか。ではここで問題です。このご家族の身に何があったのでしょうか。へえ。正解は卒業の後CM の後みたいな本当に言ってんの。どういうことだよ。どうしてみんなが、こんな家族ぐるみなの怖すぎいやこれは頑張んないといけないね。恐怖、怒り、それらの感情がマグマのように湧き上がり、くそ。しかもだって卒業したからといってさ、家族が助かってる保証なくない。うわ残酷すぎるな。卒業したら助かりますとかじゃないんだね。卒業するまでどうなったかお楽しみなんだ。だから卒業しても絶望するかもしれないんだな。怖すぎ。あ、家族が黒幕かもしれない。もう怖いな。あ、始まった感じすんね。この DVD は見るべきじゃないんじゃない。隠そう。隠した方がちょっとおかしくなっちゃうよ急に隠した方がいいじゃん。とりあえずみんなさ、天才という名の変人だから、まず隠し持っといて全部見てさ、あのもう見てみんなの平和のためにね。やましい心は一つもないわけ。もうただみんなのビデオ、過去のビデオを見て大丈夫かなっていうのを把握するべきじゃないかな。出なきゃ、今すぐここから出なきゃ。みんなの無事を確かめに行かないと。で、殺人を犯すの？ね、誠。お前その度胸あんの？なぎきくん？あ、来ちゃった来ちゃった来ちゃった遅いから。ねえ。みんなの無事って？あ、ミト君だったな。昇格室のドアの前には、僕に困惑の眼差しを向けているみんなの姿があった。うわぁ。ねえ、何か、あったの？うわぁ。どうする？みんなで一個ずつ見る？どうするよ。モノクマが言ってたのってこれのこと？ここに何が映っているというのだ。見ちゃうの？一斉に段ボール箱に群がった彼らはそこから DVD を奪い取ると即座にモニターへと走る。みんなで見よっか。なんかみんなで見といた方がよくない？そんなことないかな。そんな彼らの顔色が豹変するのに時間がかからなかった。なんだこれ、これ本物じゃないよね。捏造だよね。本物なわけねえってそんなわけねえじゃん。もういいやここから出して。どんな内容だったんだろうな。いや知られたくない過去かもしれんけどさ、でも逆にみんなで見せ合ってこう、見せ合うからこその信頼関係とか共有しないよね普通。の反応を見ただけで分かった。みんな僕と同じような映像を見させられたんだ。もう誰も恐怖と混乱を隠そうとはしなかった。だけどそんな中、なぜか彼女は冷静なままで、お前なんなん。これがあいつの言ってた動機の意味ね。お前入学2回目入学2回目みたいなね、デスゲーム参加2回目みたいな落ち着き方してるね。私たちの出たいという気持ちを煽って殺し合いをさせようとしてるのね。何なの。2周目だと思ってる、ね、ゲーム2周目かもしくは人生2周目かなっていう。キレギレさん、うん、そうそうそう、再入学忘れられなくて学園生活が。もう一回入ったんじゃない。囚人のジレンマですわね、はい、なんで、うん、例えば軍事開発に置き換えて考えてみましょう。あなたも結構落ち着いてるよね、セルス城。 A 国と B 国は平和維持を望み、共に軍事開発を止めようと考えています。ですが相手国に裏切られ、さらなる軍事開発を進める恐怖に待機です。いやこれね、やめよっつってのにやっちゃうんだよね。結果双方とも軍事開発を推し進めていってしまい、互いに裏切り合う結末を迎える。お分かりですか。つまり見えない裏切りの恐怖こそが均衡状態の最大の敵となるのです。そう、見えないものを怖がる。いやー難しい話やねんな今の私たち見たいってことね。始まりそうじゃんねこれ事件の香りがプンプンするよ。
心の中では誰かが裏切る恐怖に怯えてる。だが変な考えを起こすんじゃないぞ。それこそ黒幕の思うツボだぞ。なこと言って、おめえこそみんなを油断させた隙にって考えてるんじゃ。なんだと。いやこれ落ち着けって。ねえ、学園生活を送ろうよ。一緒に一緒にやってこって言ったじゃん。みんなどうしちゃったの。俺たち仲間だろ。一回行ってみたかった。こうやって争うことこそ黒幕の狙いだと分かるのか。そうだよ、冷静にならないと。じゃあまずはお互い話し合ってみるってのは。自分がどんな映像を見せられたのか。なるほどね。見せんの嫌だけど話す。まあまあまあ妥協は。それにちょっと気になるじゃん。いや突っ込みますね。いいですね。確かに気になる。気にならないと言ったら嘘になるけど。ねえ前園さん。前園ちゃん。前園さんは どんな映像を見せられたの。いやこりゃどうしたのよ。さっさと言いなさいよ。いやこれもやってますわ。やだ。それどんなことでもやってきたんだもんね。アイドルになるために僕は彼女の肩にそっと手を。やめて。こりゃ触れない方がいいんじゃない。僕の手を振りほどくのと同時に彼女は走り出していた。前園ちゃん。やめろ。放っておけ。ああ優しい優しいじゃん白夜。あ、放っておけないよ。僕探しに行ってくる。大好きだからな。ラブコメなんて気色悪いわ。私知らないわよ。はあ、あんたってマジで無責任ね。いやもう前園さんの僕犬なんです。もう犬なんです。もう彼女の喜ぶことなら何でもするし、もう彼女が行く先には絶対行きたいって。もう犬なんです。行きましょう。前園ちゃん心配。ではお好きなようになされば。全員の足並みを揃えつとも良いでしょう。ごきげんよう。私も好きなようにしますから。ごきげんよう。バラバラだね。バラバラ。前園さんを探しに行かないと。仲良くなっときたいから話すだけ話すね。どんな映像を見せられたの。我の家族の映像だ。あ、みんなそんな感じなんだね。なるほど、めっちゃ目合わせてくる。だがそれしきのことでは我は動揺せ。力で負けたなら死は受け入れればならぬ。それが我が一族の流儀。どんな一族。ハンマか。ほんとハンマなの。だが我が家族がそう簡単に負けたとも思え。己どうやって。みんな家族なのか。みんな家族っぽいね、なんとなくだけど。身長同じやし。千尋ちゃん聞いてみる。みんな動揺してるよね。冷静になんてなれないよね。なんであんな映像があるの。わかんないよ。こんなことができるのも殺人鬼だからなのか。あ、全然ダメだ。情報にはならなかったね。何の情報にもならんかった。かわいい。かわいいけど、でも何の情報もくれなかった。どんな映像だったんだろう。ちょっとこの辺も話すか。それは、すまない。口にするには心の準備がない。いや、こいつも言わないよ。言わないね、みんな。逆に言ってくれたさくらちゃん。めちゃくちゃ気持ちいい。お前信用できんな、さくらちゃん。なるほどな。まあ一旦ちょっとごめん、気になるから行くかな。おお、純子ってやん。いや、あ、今さ気にならなかった。他の人の映像。気にならないわけじゃないけど、部屋に戻ったかなとも思ったんだけど、なんか校舎にいるっぽいんだよね。あんま遠くに行ってないってことだから。異常だから言ったじゃん。でも自分のもちゃんと勇気ある。さあ、そういうのって気分によるじゃん。勇気ない。マジさくらちゃんしか言ってくれないじゃん。前園ちゃんどこ行っちゃったんだろう。本当にね、
よくできた映像だったね。本物かと思っちゃった。熱そうだよね。そう思いたいけど、もし本当なら、いやー、ちょっと早く見つけたいな。大丈夫かな。玄関とこも、おお、知らない？見てない？言わねえぞ。言わねえからな。絶対に言わねえっつってんだよ。様子がおかしいよ。怖い怖い怖い。なんだなんだなんだ。その手になるかよ。尋常じゃないテンションじゃない。くしゃ、なんだこれ手に入れたんだよ。だから今多分やべえ過去を知られちゃった系の子は前園ちゃんと桑田くん、この二人なんかありそう。てか冷静じゃない、話を聞いた中ではね。他の人にも話聞いてみるんだったね。他にも冷静じゃないのいたかもしれない。みんながあのビデオに対してちょっとテンションが違う。あ、でもあの風紀委員の人もちょっとおかしかったね。言えるわけないだろうみたいな。さくらちゃんだけがやけに冷静だって。さくらちゃん肝を座ってたよな。あ、いたいたいた。誰もいない教室の片隅に彼女がいた。椅子に腰掛け、膝の上で組んだ手にぼんやりとした視線を落として、泣いているようにも見えるし、怒っているようにも見える。いや、表情なんてない。なんだろう、どんなビデオだったんだろう。無表情だと、まるで仮面がそぎ落とされたかのように。ま、前園さん全然大丈夫そうじゃないけど。なわけないじゃないですか。私たちが何をしたっていうの。どうしてこんなひどいことするの。出して、今すぐ私をここから出してよ。これグループになんかあったくさくない。私たちって言ったじゃん。ねえ、内井くんは家族だったけどさ、なんか そういうことじゃない。大丈夫かな。前園さん落ち着いて。僕は暴れる彼女の両肩を強く掴んだ。気持ちわかる、僕だって自分の家族に何かあったらって思う。でもこんな時だからこそ冷静にならなきゃ。いいこと言うね。僕らの冷静な判断を奪うことこそ黒幕の狙いなんだ。だいたいあんな映像でっち上げに決まってる。だってあんなことになってたら、まあ通報でも何でもされるよね。どうなん。たださ、この希望が峰学園は国が管轄してるから、 もみ消しとか全然ありそうじゃない。なことない。怖いね。冷静に、いや、なれないよね。冷静にならなきゃダメなんだ。それは半ば自分に聞かせるような言葉だった。脳裏に焼き付いたさっきの映像を振り払うように、僕はその言葉を連呼した。冷静にな、冷静に。きっとみんなで協力すれば逃げ道を見つけられるはずだよ。それにもしかしたらその前に助けが来るかもしれないし。いや、そうね。でも逃げ道もなくて助けも来なかったら、その時は僕が君をここから出してみせる。どんなことをしても絶対にだよ。もうナイトやん、ナイト様やんけ。ナイギーかっこいい。いやと、そこで僕の言葉を取り入れた。一瞬自分の身に何が起きているのか分からなかった。前園さん、来ました。来ました。さあ、その手を後ろに。お願い、助けて。彼女の声は小さく震えて、いやー、今のかっこよかったもんね。これ決定的よね。落ちたよ、落ちた。どうしてこんなことになっちゃったの。
俺がさやかを支えるよ。殺すとか、うん、殺されるとか、うん、そんなのもう耐えられない。いや、任せて、僕が守ってあげるから。まあ、いつもさ、何があっても、まあ、不安よな。でも確かにな、不安よな。でも俺がいるじゃないか、さやかには。